ファイブフォークスの戦いは、南北戦争の最終盤1865年4月1日に、アポマトックス方面作戦の一部として、バージニア州、ピーターズバーグの近くディンウィッデイ軍で行われた、戦いである。この戦闘は、南軍の最終的敗北を決定づけたという意味で、時として、南軍のワーテルローと言われることもあり、北軍のフィリップ・シェリダン少将が、 南軍ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍のジョージ・ピケット少将と戦った。この戦闘でピケットが敗北したことでリーがピーターズバーグ周辺の残酷戦を放棄する決断を下す引き金となり撤退を始めた後の4月9日にアポマトックス・コートハウスで降伏することにつながっていった。3月31日のディン・ウィッディ・コートハウスの戦いの後でピケットは 北軍第五軍団から援軍が到着していることを知り、ハッチャーズラン背後の陣地に交代しようと思った。しかし、リーはピケットにハッチャーズランの手前で止まり、その風評師団と三個機兵師団で、ファイブフォークスの交差点を確保するよう命令した。ファイブフォークスとは、ホワイトオーク道路とスコッツ道路、フォーズ道路、さらにディンムイディーコートハウス道路の交差点のことだった。 リーの伝言は次のようなものだった。万難を排して、ファイブフォークスを確保すること。フォード貯蔵所に至る道路を守り、北軍がサウスサイド鉄道を攻撃しないようにすること。あなたの部隊を必要以上に引かせたことを後悔し、せっかく掴んだ利点を保てないことを残念に思う。ピケット隊はホワイトオーク道路沿いに、 全長を約1.75マイルに及ぶ材木と土の防御線を構築し、両側面は、騎兵隊に守らせた。シェリバンの攻撃作戦は、前線にわたって、騎兵で、軽い圧力を与えて、南軍を動きにくくしておき、ガバヌは、ウォーレン少将の第五軍団すべてで、南軍の左側面を、集中攻撃することだった。間違った地図や、情報のために、シェリバンは、 敵の左側面が実際よりもはるか東にあるように思い込んでいた。ぬかるんだ道路と絡まったヤブのために北軍の動きが鈍くなり、ウォーレンは午後4時頃まで攻撃の準備ができなかった。シェリダンはその遅れについて、ウォーレンの個人的指導力を非難した。しかし、シェリダン自身の騎兵隊も同じような問題に直面しており、この戦闘ではほとんど戦わずに終わった。 シェリダンがウォーレンに与えた攻撃作戦は2個手段を前面に出し、3個目の手段は予備隊として後に従いて前進することだった。前線の右手段はサミュエル・クローフォード少将が指揮し、敵の工作物の外れに近いところからある角度で攻撃し、左手段はロメーン・ビーエアーズ少将が指揮し、真正面から前線を攻撃することになっていた。 しかし、誤った情報のために、実際の側面はシェイリダンが考えていたよりもはるか、西にあったので、クローフォードの師団は前進するにつれて、完全に前線を見失ってしまい、エアーズの師団は前線をかすめた時に、左から縦車を浴びるようになってしまった。北軍の二つの師団は深く茂った藪の中で必死に、方向を定めようとして、混乱の中で四苦八苦した。 チャールズ・グリフィン少将の予備士団は、混乱を増すよりも停止することを選んだ。中央に止まることを選んだウォーレンはその副官たちを、すべて早かけさせて、攻撃の方向を正す伝言を伝えさせたが、それも効果はなく、ウォーレン自らが指揮を取るために、馬で切り出した。一方、シェリダンは、エアーズの前衛と共に、馬で進み、自ら突撃を指揮して、 ピケットの前線左側面を突破したこの行為が当時の絵画やリトグラフに英雄的に描かれることになった。南軍が新しい防御線を作ろうとしている時にグリフィンの師団がエアーズの右に動いて攻撃した。ウォーレンはクローフォードの師団に北から戦闘に加わるよう命令した。シェリバンの騎兵隊がピケットの右側面を襲ったが、 南軍兵が逃げ出すのを抑えられなかった。しかし、この戦闘は、北軍の決定的な勝利となり、ピケット隊9200名のうちの3分の1近くが、損失となった。ピケットの不運な軍歴にまた一つ、不面目が加わった。攻撃の時は、部隊から2マイル離れており、フィッツ・ヒューリーや、トマス・ウェル・ロッサー少将たちとハッチャーズ・ランの北で、 焼きシャットを味わっているところだった。ピケットは将軍の不在を部下に伝えることを怠っており、指揮官のいないままにしていた。気象条件のために戦闘の音が消されてしまっており、戦闘が起こっていることに気づかなかった。ピケットが戦場に戻った時はすでに遅かった。ファイブフォークスの交差点を失ったことでリー軍にとって最善の逃走路である。 サウスサイド鉄道に脅威が生まれた。翌4月2日の朝、リーは、ジェファーソン・デイビス大統領に、ピーターズバーグとリッチモンドを明け渡さねばならないことを伝え、グラントは防御の薄くなった南軍の残豪戦に対して、第三次、ピーターズバーグの戦いの総攻撃をかけさせた。北軍のフレデリック・ウィンスロップ准将が、ファイブフォークスで戦死し、南軍側で、 高い評価のあった砲兵士官、ウィリー・イペグラム大佐が致命傷を負った。シェリダンは、ファイブフォークスに接近する時の第五軍団の行動に不満であり、ウォーレンを指揮官から解任した。ファイブフォークスの戦場跡は、ピーターズバーグ国立戦場跡の一部として保存されている。ありがとうございます。